決勝トーナメント、トーナメント2回戦目の組み合わせ発表されております。アゴモン選手 VS、霧雨マリサ選手。おはい、アゴモン選手 VS 霧雨マリサ選手ということで、先ほどのアゴモン選手来ましたね。注目の実戦、ね、これ実はあの控え室で放送だけ見たんですけど、はい、やばくないですか。やばかったですね、あれは。びっくりしました。あのアゴモン選手で、ね、1回あの決勝の8回戦目予選ラウンド8位でお呼びしてて、ドロンゴーだったんですよね。ドロンゴーですね。ドロンゴーですよ。ドロンゴー、ドロンゴーやばかった。しかも大暴れするっていう。いやすごかったですね、あれは。はい、このままなんか優勝までしちゃうんじゃないかって引きしてましたもんね。はい、ということで霧雨マリサ選手もね、でもどうここまで進んでますから、どういう戦い繰り広げるか楽しみでございます。はい、そしてですね、トップ128の内訳出てます。おちょっとこれ口頭で読み上げますね。まず水闇自然ジャオーガが一番多くて29人。お一番多いんですね、ジャオーガが4分の1ぐらいってことですよね。はい、で続いて、秘密マジックが17名、はいはいはい、闇自然アビス13名、はい、水闇ボゲンム、まあ、魔道具ですね、まあ、魔道具です11名、非自然アポロが11名、ブレスラチェインが11名。えそんなにいるんだ、はい、それちょっと意外です。意外ですね。水魔道具が5名、グラスパーが5名、うんはい、で闇タンアビスが4名、はい、でその他3名以下のデッキは22名と。ああ、ここではまあジャオーガが抜けてるんだけど、それ以下はかなりばらけてる。そうですね、ですね。でもここやっぱブレスラチェインですね、注目ポイントは。そうです、ブレスラチェイン一回あのセイナさん呼んだ時に、はい、セイナさんが使ってたんですけど、そうですよね、セイナさん以外でもやっぱり使ってる人かなり多かったので、ね、11名はかなり多い、ね、アポロと同じトップ128の数ですからね。そうですよね。でもグラスパーもちゃんと進めてますね。グラスパーもね、はい、やっぱシャコガエルダイレクトアタックありますからね。そうですね。それはなかなか見ないかもしれないですけど、ね、予選ラウンド3回戦目でね。でもグラスパーもやっぱかなり立ち位置いいんですね今。さあということで、まもなく決勝トーナメントの2回戦目をお届けできる予定でございます。決勝トーナメント2回戦目はアゴモン選手 VS 霧雨マリサ選手という組み合わせになっております。はい、ということでね、あの YouTube の応援コメントおよび X のポストでもね、ガンガン盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。侍いないですね。あ確かに侍とかその辺が、あ、まあ、3名以下のところにいたかもしれないですけど、そうですね、数はかなりいないですね。ちょっとそこもちょっと気になったりしますね、なんかどういうデッキがいたかっていうのは、はい、うん、そうですね、ちょっとその辺もね、あの分かり次第ちょっとね随時お伝えできればと思います。さあこちらは霧雨マリサ選手ですかね、まあ、おそらくその他のうちの1個が今ここで来るわけですけれども、ね、確かにその他ドロンゴー、さあ始まっていきました。さあ先行はアゴモン選手、アゴモン選手ですね。ジャッキーをチャージ、ジャッキー生き様と。一方の右側の、まあ、マリサ選手ですね。さあチャージはここ結構気になるところですね。そうですね、まだ霧雨マリサ選手はデッキが何か、あのフィーチャーマッチテーブルにはちょっと来てないので、まあ、何かっていうのはちょっとまだ分からないところですね。例えばジャッジに確認してるのは何かな。お初手から何かをなんか間違ったカード見てしまったかどうかみたいなことですかね。例えば確認しております。はい、今ね情報来ました。侍が1名、あ1名、1ニッパに1名、あちなみに火光アーマードが2名いると。あーアーマードが、ね、アーマード来るんじゃないですか、これドラちゃん一押しの。確かにドラちゃんなんかアーマードデッキ、昨日とかもホテルでずっとアーマード回してましたからね、はい、ああそうなんです。アーマードはね、ちなみに控え室で俺ドラ焼きさん回してみましたけど、あ見ました、結構すごかったですデッキ。いやすごいですよね、でもデッキ相当やばかった、ずっと殴ってきますからね。いやかなりとんでもない。あの暴流尺様のお出ましダッチだけでゲームが終わる可能性あるんです。おっとここでマリサ選手のチャージがガリュミーズだ、これ魔道具ですね。そうですね、特にこれ水の魔道具の方ですかね、多分ね。さあ魔道具をチャージしていく、さあアゴモン選手は2ターン目ウルトラナイトパンクチャージでエンドですね、はい、なるほど、まあ、まずアゴモン選手としてはやっぱり3マナのブータ引けるかが一つ焦点になってくるんでしょうか。そうですね、それとあとはジャッキーがあるので、ジャッキーは水魔道具に対してかなり有効なカードなので、あ確かに確かにそうですね、はい、プレイできると相手の唱えるこそ無限になりますからね。そうなんですよね、唱えられないとは言ってないけど無限マロを払ってくれよっていうっていう、なんかちょっとそうなんか意地悪な感じの謎謎みたいな状況なので、結構そうですね、ジャッキー早出しとかもまあ、はいはい、結構ターンもらえそうだなと。なるほどなるほど。さあここはアゴモン選手、まあ、かなりでもドロンゴを当然想定してないデッキでしょうから、そう思いますね、かなり霧雨マリサ選手でそのアドリブ力というか
なんか難しいですよね、戦い方が。難しいです。何をすればいいのかをまずこの戦いの中でしっかりと判断してプレイしていかないといけない。いや、そうですよね。さあここで、ブータン、まずコードを確認ですもんね。離れるとドロンゴーが、はい、これウルトラドロンゴーっていうのを持っていて、離れた時に、まあ、要はブータン系の次が出てくると思ってください。そうですね、はい、まあ、大体多分ブリタニアを出すというところですかね、はい、でブリタニアが出てきたら、あのウルトラナイトパンクというね、エピソード3にいたカードが出てきて、まあ大変なことになると。お、ここでグランドゼロからの1ターン遅れたけれども、しっかりゾメンザンもあって、さあゾメンザン下に置いてワンドローですね。これいいですね。さあこれでちょっと遅れを取り戻していくという感じですかね。さあここから、しかしでもスクールピックを埋めてるので、なんか結構早そうだぞ。置いて、これアリスですかね。あ、これアリス普通に召喚か。さあ普通に召喚して、3枚ドローの、2枚戻しですね、はい。これ全部下でしたっけ、好きに戻せるんでしょ、このアリスは。ね、確か好きに戻せるんじゃなかったかな、これ。確か好きに戻せるはずですね。好きに戻せましたっけ、これは。これ下に戻してますね。さあ下に送りましたね。はい。でこのカードが、これは普通のラストバースト、ね。これラストバースト。これ破壊されると、はい、下側の呪文が、発動して、アウトメグレード8してくると。アウトレジメグレード8。これでジャッキーなんか出た日に終わった話ですよね。そうですよ ね、 そうですよね。ここでジャッキーが出るだけで、うん、結構霧島マリサ選手、まあ、水魔道具というデッキは、まあ、ジャッキー処理できるんですかね。処理、純粋な魔道具だと処理できないんじゃないですか。できないので、なんか、まあ、ゼニスザークを出すってはあるんですけど、そうですね、ゼニスザークですよね、まあ、どうやって魔道具墓地に落とすのっていうってなると、やっぱりボゲームとか、うん、そうですね、ボゲームとかいれば多分そっちでってなんですけど、純粋な形だとするとちょっと危なそう。回答がなさそうですね。無限魔道をマイナス1しても使えないですからね。使えない、黒髪で。さあグランゼリー2枚目を、さあ2マナ、さあ、お、さあブラッド、ここはブラッドで、さあ相手の、あー、なるほどなるほど、墓地は戻せないんですが、あのシャッフルだけ行われます ね、 すね、まあ、一応下に置いたやつ上に上がってきたら嫌じゃないのっていう。あー、確かに確かに、はい、下に送ってますもんね。さあ不要牌を、ま、混ぜて、まあ、ちょっとでもね確率上がったらいいなというブラッド相手選択。さあでワンドローの、ブラッドをグランドゼロの下に置いて、さらに追加の、はい、いやでもこれマリサ選手からすると相当やばいっていうかね、どうしようかなみたいな。一回ジャッキー出ちゃうともうちょっと積みまでいく可能性が。ゾメンザン打っていく。さあここでもしゾメンザンが、あ、あっと、ある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 、急に加速してきた。ゾメンザンが3枚下に滑り込む。さあ一気に下のカード4枚、もう起動するか、もう出るんですかね。え、あー、もういく、もういく、どうすんの。でもこれでもいいですね、マリサ選手としてはあんまり付き合わない方がいいですもんね、これ。さあガルミズ、さあデニスザークと、あー、ガルラガン、これはさあ、ひとまずデニスザック効果で、相手のブータンパンクの方ですかね、そうですね、破壊していって、これでドロンゴーといえども、ブラッティ大噴、さあドロンゴーではなかった。さあひとまず2枚墓地に行ったんで2枚ドローですが、果たしてドロンゴーあるか。いやでもこれね、あのガルラガンが、ガルラガンが、そうですね、ごめんなさい、こちらのタイプだと、そうかそうか、大丈夫だ、失礼しました。んこれでも、これはガルラガンは相手のターンだけなのはずなので、そうですね、ガルラガンは出ますよ、おっと出てきてしまう。なので、ブリタニア効果で、いやこれあるんだよな、これあるんですよ、これ出ましたね、ドロンゴーの。そうですね、対戦相手のターン中に出せるということで、これあるんですよ、では止めれませんね。やっぱこういうところも、いやあるんですよね、これドロンゴーと戦ってないからこそ、いやそうそうそう、しかしまあ追加ターンを得ていますので、まあ、ここからちょっと立て直していきたいところですね。まあ、結構リカバリは効きそうですよね。はい、まあ、ゼニスザークとかかなりアドバンテージをもたらしてくれるので、まあ、ここからマリサ選手ね、落ち着いて立て直せれば十分チャンスがあると。そしてアゴーン選手はでもこういうの容赦なくついてきますね。いやこれ、ね、大会で一番当たりたくない、こういうの。しかもこの大舞台のこの決勝ラウンド、はい、ベスト64っていう舞台で、まさかの多分戦ったことがないであろうデッキが、さすがに想定してないですよ。でもそう、実際今のね、あのアリスの方はあってもメクレードされちゃったので、そうですよね、まあ、選択肢としては実際、まあ、ブータン結果正解な可能性あるんですけど、やっぱそこのその心理的なね、そのあれみたいなところ、あれミスっちゃったみたいな思うことがかなりもう思うそぶですよね、これ。いやそうなんですよ。さあこのアゴモン選手が仕掛ける、さあチャージはエアボ、難題から逃れることができるのか。さあマリサ選手どう突破してくるのか、はたまたアゴモン選手がまだなんか別の3段とかいろいろ用意してるのかなっていうところ、ちょっと何が飛び出すのか楽しみですね、この後ね。そうですね、でも一応多分こかなりロケットスタートを決めたので、
まあ、二の矢というよりは、おっと、ここはドリミーズ、ね、ドリミーズですね。ドリミーズで2枚切って3枚ドローしていく。魔道具3枚、2枚捨てて3枚ドロー。いやでもすごい、なんかあのちょっとずつのパーツを全部引いてますね、今マリサ選手。そうですね、ゾメンザンも3枚引いてて、ガルラガンも見えてて、さらにドリミーズも打ってるっていう、相当引きが乗っている。さらにこれグランドゼロ張っていく か, すかね。さあちょっとマリサ選手もどう対処していいか若干分かりかねてるっていうところですかね。ちょっとね、怖い怖いですよ、これはかなり精神的に来るやつ。さあただゾメンザンは3発打っちゃいましたので、こっからあんまりスピードアップっていうのは考えにくい。まあでもこのターン1枚1も唱えられれば、そうですね、一旦唱えておけば次222で、まあ、3回で2枚目、はい、カウントを達成することができるので、このターンはそうですね、そうですね、さあバレット、バレットで2枚ドローの1枚捨て。いやこれはでもアゴボン選手の引き出しから何が出てくるかですね、次のターン。正直僕も分かんないです、あのデッキ、アゴボン選手のデッキ。そうですね、分かんないですね。でさっきの予選ラウンドで見た限りだと、はいはい、最終的なとどめが、アビスハリケーンとブリタニアの連続攻撃だと思うんですけど、そうですね、仮に多分まず、ガルラガンザークをどかしたら連続攻撃に持っていけるっていうところだと思うんですね。でもどかすとなると多分ブータンを、多分出すしか今のところ見えてないんで。そうですね、ただスクールピックがあるので、そのスクールピックブータンとなんかメクレイドでなんかみたいな。そうですね、あの召喚は抜けるのでガルザガンは。そうですね、召喚だったらそうですね、メクレイドでアリスの呪文側のメクレイドでなんとかしていくみたいな展開になりそうですかね、これはアゴモ選手からすると。あと入ってんのか分かんないですけど、トンギヌスとかでどかせないのもちょっと嫌ですかね。あ、あ、ね、あ、あ、あ、なるほど。さあここでアリスを破壊しての、ブータンジャッジメントかな、あれは。そうですね、はい、お互いにクリーチャーをブータンジャッジメント一体ずつ破壊しますからのメクレイド。さあここでメクレイド、ここ何メクレイドかめちゃくちゃ重要ですよ。そうですね、ここで さあ8コスト、おっと、おっと、さあ何が力が、もう一度、あ、まあ、なるほど、もう一回アリスを。これでも呪文側が違うのか、アーストレイじゃないのか。そうですね、あっちがマジックなので打てないんですね。なるほど、しかしでも、まあ、一応一応という感じ。さあ一旦これでめくりでしていく。やっぱ呪文で選べないっていうのは、まあ選ぶつもりはあんまり、あ、でもそうか、ブリタニアの下の呪文とかでも選べないんで、やっぱガルラガンザークがかなり、そうなんです、ガルラガンザークはちょっと邪魔ですね。まあやはりブータンや、まあ、下のツインパクトの呪文で、はい、そしてただこれでデニスザークを割ったことによって、またデニスザーク出てきて、今度は相手単純でいきますもんね。そうなりますね。この今は、ガルラガンザークがいますけれども、今そうですね、アゴモン選手側のターンですと、ガルラガンザークの方が有効なので、あ、でもターンもらっ、どうだ、これ結構難しいところだぞ。あ、これデニスザークで引けるかどうかみたいなところを聞いてるのかな。あ、デニスザーク、破壊をしてその後相手破壊するみたいなテキストだったと思うので、多分1枚は引けるんじゃないかなってところですかね。あ、そうか、ごめんなさい、デニスザーク、あの、ごめんなさい、そもそもあれですね、あのガリウミズの効果出したから、まだない、ごめんなさい、ないんだわ。あ、そうですね、失礼しました。あ、そうか、墓地に足りてなかったですね、ごめんなさい。そうか、いや、あまりに早いターンにガリミーズ打たれたんで、あ、そうか、あの、ごめんなさい、混ざっちゃいます、失礼しました。4ターン目でしたからね、はい、そうですね、まあ、かなり早いターン。いや、そうそう、普通このターンに出てくるあのデニスザークってあの下敷きあるよなみたいに頭で大体ボゲームなんですよね。そうそう、超ロケットスタートできましたからね、相当早かったですね、はい、ただここはデニスザークの、まあ、ドローを確認し、まあ、しっかり。さあ2マナで、さあボクドゥを、埋めましたね。さあ現在6マナ、まあ、一応222でグランドゼロの下4枚揃うというところですけどね。まあ、再びガリミーズ打っていって、またデニスザーク出していく狙っていきたいですね、というアクションはできそうですが。ああ、でも、うん、でもなんかこれまだ全然分かんないですね、正直。そうですね、ちょっとあの魔道具側が最後どうやってとどめを刺すかっていうところでちょっと気になったんですけど、そうそう、なんか やっぱり対応こうなんかしあぐねてるというか。そうですね、どうやったらあのドロンゴーを完全に立てるんだっていうのかなり迷ってますよね。まあ、迷ってるというか、まあ、分かんない、まあ、僕も分かんないんで、どうすればいいんですかね、これ分かんないですね、まあ、幸いガルラガンザークがいるんであれなんですけど、うん、最終的にあのゼニスザークで何回も攻撃するみたいな話になると、うん、あの相手のクリーチャー破壊しないといけなくなるん で、そうです、ね、ブリタニアとか、うん、あのアリスみたいな破壊したくないやつに触らないといけなくなっちゃうと、まあ、ちょっと、しかもそこで ね見えない領域から飛んできますからね、なんか謎のカードが飛んでくる可能性が、謎のカード飛んでくるから、多分ウルトラナイトパンクなんか飛んでくると多分結構まずい、またよく分からないことになってしまう。
さあこれは霧雨真理沙選手もかなりプレッシャーかかっている中でのプレーになってくる。さあこれアゴモン選手はちゃんとこっちのアウトレイジ側でプレーしてて、はい、こういう状況にあの水窓側が陥るだろうっていうのを、いや多分分かってますよ ね、 かってますよね、これね、ちゃんと合図出し直してるとか、そうですよね、うん、分かっててこのプレーをしてちょっと難しくしてるみたいな。いやいやこれね、アゴモンさんね結構あるんですよ。なんかアゴモンさんで優しそうに見てそういう感じありません？なんかありそうですね。分からなさを押し付けるみたいなプレー結構しますよね、その、はい、でもそれって結構重要ですよね。いや重要ですよ、重要ですね、これは。だゆえにやっぱドローンゴーでここまで上がってくるっていうね。さあブラッドゥで相手の墓地をデッキに戻していきます。さあこれはかなり、これも戻していくんですね相手のね。まあそうです、多分ブリタニアのまた墓地回収の、うん、先を減らすためには戻したってところなんですかね、うん。あと自分はガリュミーズとかデニスダークとかあんまり戻したくないでしょうかね。そうですね。さあここはしかし山札も減ってきているので、どっかではやはり山札を自分で回復するか、まあゴッドの試練を打つか。さあ2枚目のグランドゼロも完成と。さあこれで一応下4枚は入ったんでガリュミーズは打てますが、果たして打つのかっていうところと。まあでも打ちたいのかな、打たないとこれスクールピックブータンとかで全然ゲーム終わっちゃいますもんね、逆に。そうですね、何かが起こると、これはかなり霧雨マリサ難しい。今見えているカードからできるだけ情報を読み取ってなんとかするしかないんですが。あ、ガルラガンで行った。ガルラガンから、なるほど。あこれはさ、とりあえず殴っていきましたね。これ面白いですね、プレイとしては。さあただあークロック、おっとこれはこいつもアウトレイジだわ。そうか、グランこれでグランドゼロを起動させるというターン終了時を飛ばすわけですね。うわー、ラグナロクザクロックロックだ。あーすごいな。これはまあ多分ガルラガンで刻んでマリサ選手もこれにはあれみたいな顔を。あと今もう一枚なんかあるんですけど。そうですね、ここ考えてますね。そうですね、ストライクバックとかかもしれないですね。そうですね。あ、トリガーを墓地を増やしておくかどうかか。なるほどなるほど。さあ4枚、デッキの上から墓地に落とし、まあ、クリーチャーはどっちにしろ選べないので。さあクロックが出てターンが飛びますね。ターンが飛ぶ、これはザミュートではなく、これガルラガン1体の状態でターン返ってきたのは結構でかいんじゃないですかね。いやこれでも、こっからスクールピックで処理されて、あれいっちゃいますよね。そうですね、アビスハリケーンがあとはどこかに見えれば。さあさあ、これケローラってアウトレイジですか、もしかして。これアウトレイジですね、マジックアウトレイジ。マジックアウトレイジ。お前アウトレイジか。そうなんですよ、マジックアウトレイジをめちゃくちゃ使ってくる。このケローラで強化されたってこの前さっき言ってましたね。ああなるほど。さあ1枚加えて。そうか、そうかケローラですもんね、アウトレイジですよね。アウトレイジなんですよ。さあ4マナで。あでもしかしこれではでも一応これアリス元からいた方でガルラガンザークに自爆しに行くと、あーなるほど、なんかが反応する可能性も。なるほど、メクレイドのチャンスがあると。いや恐ろしい展開になってきたなこれ。でもそうですね、ただメクレイドなんでこれそんなにそのなんか確実性はないんですよね。そうですね、確実性はないんですけど、うん、ちょっとこれ例えばの話ですけど、はい、メクレイドでアビスハリケーンってアウトレージ入ってますもんね。あれ入ってます、あれ入って出てくると、アビスハリケーンで全部スピードアタッカーになってなります、ね。アリスがアタックして、まあ、トリガーなければですけどそのまま割れてまた次のやつが出てきてみたいな。メクレイドで連続召喚がそれもこのデッキのコンセプトに入ってるでしょう、ね、ありそうですよね。ちょっとなんかいろんな可能性が見えてきそうなこのアリスのメクレイドというところですが。あ、てかごめんなさい、アリスで仕込めるよこれメクレイド。あ、確かに。ごめんなさい、そうだわ。あ、今、そうか、ドローして、そうですよね。山札の上に置けるから、さあ何が出る？これでジャッキー。さあ、ジャッキーか、そうか。さあ、これで、呪文残すとかですね。無限大、プラス無限です。選手は無限。いやー、すごいな。そっから出てくるの、ジャッキー。さあ、ジャッキー登場。これで、呪文を、まあ、もう普通に手札から、コスト払って使うことは、できなくなりましたね、実情。いや、これはやばいぞ。なので、これ、霧雨マリサ選手がプレイできるのは手札のガシャゴンや、まあ、10マナ貯めての、まあ、ゼニスアーク。墓地に足りてないですもんね。ガシャゴンってガシャゴンを召喚するってことですよね。いやこれか山札切れちゃいますよこれ。あ、そっか、あと山札2枚しかない。あ、そっか、そうか、これゴッドの尻打てないし、ブラッドも打てないんで。さあこれは黒髪、あ、黒髪、まあ、ただ呪文が使えないので。いやこれは霧雨マリサ選手も思わず手が震える。さあどうやって詰め切るか、これはどうなるんだ。
コスト知らず打てるんだ。そうですね、グランドゼロで危ない危ない、ターン終了時に、ガルミーズを打ってデニスザークを、2体出してきましたね。なるほど。わあ、これでも冷静でしたね。クリーチャー破壊犯です、クリーチャー破壊犯です。ああ、でもこれでさ、しっかりとさばいていきましたね。はい、まあドローはなし。うん、そうですね。はい、でターン開始ドローですね。いやあ、でもこれマリサさん冷静でしたね。そうですね、危ねえ危ねえ。こうなるとさ、黒髪がいるので1軽減で、そうかそうか、ガリミーズはいける、ゴッドの試練でめくりきる。さあ、これで追加ターンですね。いやー危ない。もう盤面で、うん、そうですね、もうこれはなるほど。いや、これ俺間違えてたな多分今の。いや、ダメじゃんってなってた。さあ、ね、これブラッドで、さあ、ニコストブラッドで自分の墓地を戻します、はい、あ、これでも全部戻したってことはもうこれは殴りきりいけますかね。そうですね、これもう殴った方が、うん、まあ、時間もないしっていう。さあ、これでブロックできなく、ブロアタックもブロックもできなくしまして、はい、さあ、前日だかアタック時に、そうですね、ドローンゴを持ってる、はい、ブリタニアを今手札がないうちに破壊してトリプルブレイク、はい、トリプルブレイク、トリガーは、いやー、今スクールピックめっちゃ見えた。そうですね、3枚見えてガルラが誰かがね、トリプルブレイクすごいことになった。キリサイマル選手の勝利、お見事、お見事です。いや、すごい勝負だったな、これ。すごい勝負だったな。いや、なんか分かんなかったですね、なんか。そうですね、いや、最後まで本当に何が起こるか。いや、やばかったっすね、今の。いや、本当にでも、お見事でした。相当厳しい勝負だったと思います、あのマリサ選手にとってはね。いや、そうですね。いや、でもちゃんと試合の中で、うん、どういう風にプレーをしていくのが最適かを、まあ、理解していって、いやー、すごかったな。アドリブ力半端なかったですね、今の。良かったですね。そうですね。いや、アゴモン選手もやばかったですけどね。いや、すごかったですよね、これも。もう最初から最後までアゴモンさんに、うん、アゴモンワールド、あ、そうそうそう、終始、うん、アゴモンワールドだったんですけど、どんな景色が見えてたのか、ちょっとこれ後で聞きたいですね。聞きたいですね、これは。きっとご本人のチャンネルでも多分動画、あ、そうですね、上がると思うので、そっちちょっと楽しみに、はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。そちらで皆さんお願いします。いや、すごかったわ。やばかったですね。いや、でも本当にいい勝負でした。というわけで見事勝利しました、キリサイマリサ選手を勝利者インタビューでお呼びできる予定でございます。いや、めちゃくちゃいい勝負だったな。うん、なんかこう細かいところにいろいろとこう、あ、ここはこうすればいいのかみたいな、うん、そう、逆に勉強させられましたね。そうですね、かなり難しかったですよね、本当に。やっぱドロンゴーとメクレイドっていう、本当によくわからないというか、はい、2種と戦って、しかもクロック踏まされて相手しづらいの、なんだ、もう。だってプラン多分 2,3 回崩れてると思うんですよ、そのマリサ選手 の、 そのプレーとしては。 そ、ね、そこでもちゃんとこの取り戻しの勝利って本当にお見事でしたね。いや、でもアゴモン選手のデッキやばかった。あとプレーの連動もすごかったですね。いや、そうなんですよ。フィアリー様、あの途中でおっしゃってましたけど、はい、あの水魔道具タイムをちゃんと詰めてましたね。いや、そうなんですよね、あのデッキのプレーの仕方を。絶対なんか結構いろいろ友達とやったって言ってたんで、はい、そこでいろいろなんか学んだんでしょうね。はい、ということで見事決勝トーナメント2回戦目を勝利しました、霧雨マリサ選手にお越しいただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、え、やばくなかったですか、対戦相手のデッキ。いや、対戦相手のデッキ本当に全然知らなかったんですけど、はい、自分の友人が趣味であのデッキとほとんど同じような公式のデッキになってて、マジで、マジで、でジャッキー入ってるのも知ってたんで、はいはいはい、おお。っていうので、その友人には本当に感謝です。友人にぜひ感謝のコメント一言。いや、君のおかげで俺は今ベスト32にいます。優勝まで頑張ります。ありがとう。素晴らしい。いや、でも本当に、でもまあ、その対戦ってやばかったんですけど、その結構そのプラン何回も崩れたじゃないですか、クロックもあったりして。そうですね。でもそこからでもちゃんと本当山札ギリギリ1枚だでしたけど、ちゃんと取り戻した勝利って本当にお見事でしたね。ありがとうございます。山札があのままだったら神の試練打てなかったとしても、ガリミーズで、はい、はいはい、ゼニスダック出して相手のジャッキーまくれるなみたいなところまではあったんで、はいはいはい、そこを意識しながらプレーしたって感じになります。いや、本当によくレースに、俺だったら間違えてるなと思いながらずっと見てたんで。そうですね、ゼニスダックも手札に最後4枚抱えてたんですけど、はいはい、あえて墓地で2枚しか出さないでアリスケアしつつって感じで。おお、なるほどなるほど。よ、あの必要以上に除去。そうですね。いや、そこ本当に予習生きた形、本当にお見事でした。ありがとうございます。フィアリーさん、いかがでした。いや、そうですね、僕も
今ここの3人で見ながら、この盤面どうすんだみたいな感じで見てたんで、それでもなんか的確にプレイされていて、なんか逆に僕もあの霧雨マリサさんとあのその友人の方のおかげでこの3人勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかないですかね、ドローン王対水間道具を見る機会が。そうなんですよね。あ、マチさんいかがですか。はい、なかなか精神的にも体力的にも削られたかなと思うんですが、まだ体力は大丈夫そうですか。そうですね、一応ちょっとCS もはしごとかして、はい、体力は今まででつけてきたつもりなので、はい、走り込みも十分。そうですね。なるほど、素晴らしい。またぜひその調子のまま頑張ってください。はい、ありがとうございます。結構乗ってるんですか今。そうですね、だけど1回戦目がひどくて、はい、4ターン目までパスして5ターン目に神の試練から動いた試合だったので、すごいですね。そうですね、その試合勝ったんですか。決勝ラウンド1回戦目だったんで、そのまま勝って、決勝ラウンド1回戦目勝ったの。そうそうそう、やばあ、1回戦目だからもうボックルとエアボしか見えてなくて、はい、あ、負けたなと思ったんですけど、なんとか頑張って取り戻せました。すごい、それ取り戻したのはすごいですね。ありがとうございます。なるほど、じゃあまたこの後でもお会いできるってことを楽しみにしてよ。そうですね、またフューチャーに呼ばれる機会があればいいなと思っております。はい、楽しみです。この後も頑張ってください。ありがとうございます。決勝トーナメント2回戦目勝利しました霧雨マリサ選手でした。ありがとうございました。この後も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、まさか友達がいたとはね。いや、持つべきものは友ですな。いや、はい、アウトデイジの友ですね。いや、アゴモ選手も逆に63分の1来ましたね。多分やってたことある人ほとんどいないと思って。そんなここで当たるかって感じですよね。そうそうそう、いやいや、でも本当に素晴らしい勝負でした。ということで一旦 CM の方行きたいと思います。 CM お願いします。